皆さんこんにちは。今回はみんなの発車メロディーの哲学を教えてということで動画を出させていただきました。2018年発車メロディーが駆け込み乗車の誘発をしているのではないかという訴えから、8月1日から JR 常磐線の各駅停車では駅のホームのスピーカーではなく列車側のスピーカーから流すことで音量を抑える実験をしていたり、山手線品川駅のホーム拡幅工事の後にできた新しい3番線の発車メロディーを聞いた人たちから、これはあまりにもシンプルすぎないかという意見や、発車メロディーとしての乗降促進を促す目的はしっかりと満たされているという意見が出ました。さて、皆さんにお聞きします。皆さんにとっての発車メロディーのあり方とは何なのか、またこれからはどうあるべきなのか、存在意義はもちろん曲調や音色など様々な観点からのご意見を募集しております。コメント欄にて自由にお書きいただければと思います。いただいたコメント一つ一つをしっかりと拝読させていただきます。ですが誹謗中傷などはこちらの判断で削除させていただきます。そこはご了承ください。ということでよろしくお願いします。